皆さん、本日は柏レイソルホーム最終戦にこのように多くの方にご来場いただきまして誠にありがとうございます。そしてこの1年間本当に温かくご声援をいただきましたファン・サポーターの皆様、支え続けてくださいましたスポンサー各社様、ホームタウン関連の皆様、本当にこの1年ありがとうございました。本日で J2 リーグ全て終了いたしましたが、目標でありました優勝、そして1年での J1 復帰、なんとか成し遂げることができました。これもひとえに厳しい状況の中でも温かく応援し続けてくださいましたファン・サポーターの皆様、支え続けてくださいましたスポンサー各社様、そして秋山市長をはじめホームタウンの皆様のサポートがあってのおかげであります。本当にありがとうございました。そして何よりメルシーニョ監督をはじめ素晴らしいコーチングスタッフ、選手たち、チーム一丸となって本当に最後まで勝利を目指して一丸となって戦ってくれたことのおかげだと思っております。本当にありがとうございました。思い返せば J2 非常に厳しいリーグだった。来年はさらに厳しい J1 リーグで戦うことになります。その戦いの指揮は引き続きメルシーニョ監督にお願いをいたします。メルシーニョ監督、よろしくお願いいたします。そして我々はこの1年 J2 で学んだことを糧にチャレンジャーとして世界を目指せるクラブとなるように精一杯精進してまいります。来年も引き続き柏レイソルに大きな声援をいただけますようによろしくお願いいたします。今年1年本当にありがとうございました。